はい、皆さんおはようございます。コウタです。僕は今河内森駅に来ているんですが、今回の動画っていうのは枚方市始発の特急に乗ってきたということでやっていきたいと思います。とりあえず時間もあんまりないということで、早速ですが河内森駅の改札の方に行きたいと思います。河内森駅の運賃表ですね。枚方市駅までは210円なんですけど、今回は淀屋町まで行くので360円分の乗車券ですね、買っていきたいと思います。扉を開けます。ご注意ください。ああ、面白いね。これ宇治線の送り込み改札でしょうかね。1万3000系の4両編成ですね。ということで枚方市駅に到着したんですけど、今から3番線に発車する特急の淀屋橋行きですね。その前に時刻表で見ていきたいと思いますけど、平日のダイヤしか走っていないというのが枚方市始発の特急の淀屋橋行きなんですね。それで今回6時29分発の特急に乗るんですが、これ実は2021年のダイヤ改正から新たに設定されたんですけど、実に2011年以来の10年ぶりの復活になるんですね。それで元はというと、元々は快速急行の運転時代の時は特急が毎時2本だけ枚方市発着の電車が設定されたんですけど、2011年とかで特急がほとんど出町柳駅発着になったということで、まあ、事実上枚方市始発の特急がなくなってしまったということなんですね。で、新たに設定されたのが2021年ということで、実に10年ぶりの復活であるんですね。それで今回乗る特急の淀屋橋駅8両編成の一部座席指定ですね、サントリアにやってくるということで、停車駅は京町、千葉町、北浜ということで、途中停車駅が3つしかないんですよね。それで3台系の運転となるということで、この平日の特急の運用はかなりギア的な運用となります。で、系統列券売機でプレミアムカーを買っていきたいと思うんですけど、実はこの特急レースにも番号が面白いところがあるんですよね。で、今回乗る枚方市始発の特急というのが、これ6田号に設定されているんですね。で、その前にこれ6時発の出町柳に発着するこの特急レースが601号に設定されていて、で、出町柳駅が6時24分とかに発着する電車がこの603号に設定されているんですけど、その後に割ってくるのがこれ6時29分発の605号に設定されているんですね。というわけでプレミアムカー買っていきたいと思います。これは淀屋橋ですね。空席あり、今のところどこにも空いていけそうですね。混雑に避けたいという方はプレミアムカーがおすすめなんですけど、一番席にしたいと思います。何回かお送りしているところがあったりするんですけど、まあ、以前の動画でもご紹介しておりますので、見たいという方はぜひ他の動画でも詳しく見ていただければと思います。電子マネーの種類を選択、画面の下の端末でお支払いください。ご利用ありがとうございました。お取り忘れにご注意。スマート提携の20番台4両編成ですね。今組み替えられて4両編成になっております。見てみると20番台になっている編成ですね。
ましたね。6時29分発の特急サンデー系ですね。そのサンデー系新製ですね。まあ、普通車だと、まあ、それなりの乗車位置になっているんですが、プレミアムカーはどうなんでしょうかね。こっちが6号車プレミアムカーですね。空席はかなり目立ちますが、朝の便では仕方ないでしょうね。今回の特急淀山市行きということで605号で指定席6時29分発ですね。あ、各駅停車と合わせて特急に乗り換える方がかなりいてますね。まあ、この後急行も特急に乗り換えることができるらしくて、多くの方が絶対特急に乗り換えますね。じゃあ6号車プレミアムカー乗っていきたいと思います。さっき見たんですけど1人ぐらいは乗っているんですが、もう1人ぐらい行ってますね。それで座席チェックですね。背面テーブルはもちろんあります。鍵はあります。トリップホルダーもしっかりあります。ということで上島航空入れました。あ、運が良く新車の一番3系ですね。浮かしたブレーになっているところが特徴的でございます。ちょっと傾けましたが、前席にコンセントも付いておりますね。それで1番席と2番席はこんな感じでヒートヒーターもついております。あ、そういうことですね。座っていないとこれがつかないという仕組みですね。それで座っているときはヒートヒーターがつくという感じです。それでもう一つがこれですね。1番席と2番席で、まあ、他の座席もあるんですけどリニアテーブルがついております。すごい新車の1番3席になるんですけど、あれは準急かな、朝一の多分準急ですね。でそれで特急の待ち合わせとかやっているので、まあ、これは準急っていうのが、まあ、確実じゃないかなというふうには思います。意外と美味しいです。ぜひ買ってみてください。タイミング的に寝屋川市駅通過ですね。まあ、ちょうど今1万3000系の30番台ですね。で車庫の調理は朝だと結構始発の電車が特に多いですね。それで廃止になってしまった5000系も止まっていますし、3000系も止まっておりますね。
であると、まあ、時速115キロということで、京阪電車は110キロに設定されていますね。それでも特急以外でも19とか急行でも、まあ、普通に110キロで走っているので、まあ、意外と全然違いますが、それで注意していただきたいのがいくつかあるんですけど、まあ、普通に京阪電車というのは、まあ、車内にはトイレはついていないというところですね。であと当たり前のように電車が揺れることがありますので、乗り物通りの注意してください。まあ、行き合いの際は後ろのお客様にお配慮ください。中にはございます。ここはというと、まもなくしたら農営機ですかね。農営機じゃない、あ、農営機だということで、まもなく京橋駅ですね。終点の湯田山市駅に到着しましたね。折り返しは606号の出町柳行き特急になりましたね。まあ、朝は意外と連続電車ということでもあるんですけど、まあ、朝はまあそんなにまあ混雑しないプレミアム化だと思うので、まあ、朝一のプレミアム化は新鮮だと思います。今回乗ってきましたけど、逆の特急も1本、まあ、ダイヤ改正で増発したんですけど、まあ、先ほどの1番300系の30番台と、まあ、待ち合わせしていた特急がこれ増発便だったんですよね。この特急の朝一の特急みたいという方はぜひこの京阪市場の特急には乗ってみてはいかがでしょうか。まあ、こんな感じで今日の動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。